羽田徹は、日本のラジオ DJ、話し方コンサルタント、トップ講師プロデューサー株式会社ウェブスクール TEB 代表取締役。株式会社リンクモチベーションナビゲーター。心差塾東京校講師先生、ビジネスプロデューサー。学生の頃より、ラジオ DJ を始め、卒業後は、レティオ湘南に就職。営業職で売り上げ、ナンバーワンを達成した後、 その喋りが認められ、DJ として番組を担当。プロデューサー DJ として、コミュニティ放送局発の試みである、湘南五局ネットによる生放送特別番組を、提案、企画、制作、DJ を務める。担当番組多数。1998年に大阪ナンバーワン人気の FM802 新人 DJ オーディションに合格。FM802 の DJ として、 活動の場を広げると同時に、DJ ヒロテラダイラに支持し FM802 帳の帯番組の制作にも携わる。大阪梅田にあるスカイビルのキャラクター名一般公募で、ソラッキーが最優秀賞で採用。ピア主催のターミネーター3キャッチコピーコンテストでも入選し、ハリウッドで行われたプレミアム試写会に招待されたこともある。ラジオ CM は100本以上制作経験があり、 コピーライトも担当。2003年、活動の場を東京に移し、ラジオ DJ、パーソナリティ、ナレーター、MC として、フリーランスで活動。31歳で、帯番組を務め、結婚した半年後に、帯番組降板を告げられ、人生最大の挫折。失意の中、2005年 DJ を辞めて、某上場企業に入社するが、365日。 売上ゼロ円の地獄を味わう。その後センスだけでは生きていけないと気づき、セミナーに通ったり、ビジネス書を読み漁り、知識と理論を身につけ2年目で、トップの営業成績を残す。2006年株式会社ウェブスクール TEB 設立。2008年株式会社オンデーズ取締役、営業本部長に就任。ラジオ DJ と営業職での経験を活かし、 話し方コンサルタントとして、社会人に話し方を教える活動をするから、スポーツ DJ や番組 MC としても活動。2012年に、日本有数の組織人事コンサルティング会社である、リンクモチベーションのナビゲーターとして活動。大手企業を中心に、組織と個人の変革に携わる。組織の一体化や、チームビルディング、理念浸透などのワークショップファシリテーターや、 企業イベントの MC も得意とする。企業の総会やイベントでは、社長や経営陣を相手にパネルトークのモデレーターとして関わり、社員にわかりやすく経営陣のメッセージを伝えることを得意とし、多くの有名企業のイベントに携わる。また、講師の採用や育成にも携わり、講師を教える講師としても活動。ラジオ DJ としてのプロの喋り手の技術や、 営業経験、経営経験で培ったビジネスの知識、組織人事、コンサルの講師経験から得た知識を活かし、個人と組織の変革には定評がある。個人向けには、志士塾の講師として、先生業のための講師として活動。学びがこの世界を豊かにするをモットーに、組織と個人の活性に奔走している。ビジネス社の著者としても3冊の本を出版。 最新刊は、相手のキャラを見極めて15秒で伝える。ダイヤモンド社2019年12月に株式会社、ビラリップロ設立し、代表取締役に、放置別荘の再生をし別荘民泊として運営。講師業、別荘民泊業の2つの事業を展開する。泉谷茂、篠原良子と共にトークを展開。他、各種イベント MC、音楽イベント。 アーティストインタビュー等多数、ありがとうございます。